際国際空港にピーチを導入した男、今こそアジアの中心たる泉州へ。もう一度にぎわいを取り戻すという取り組みを今からしていかなければなりません。関空です。この関空を、そして日本を代表する空港へと改めていきたい。結果としてこの泉州地域、地元がにぎわい、そして地元に多くの方が訪れていただき、そして経済も大きく発展していくと確信をしております。